大野が現地図大野が、原は四国カルスト西部の高原、または西予市の一地名である。行政区域は愛媛県西予市に属する。四国カルスト西部の典型的なカルスト高原で、高知県側の天狗高原と共に、標高は1000メートルから1400メートルに達する。付近の大川霊原が、峰亀が森と共に1000万年ほどより前からあり。 愛媛県下では一番古い地形である。大野が原から南に見える、なだらかな丘が、源氏が、ダバで、その両線が愛媛県と高知県の県境になっている。竜王神社近くの小松が、池はドリーネに水が溜まったもので、こういった例は世界的にもかなり珍しい。1964年に四国カルスと県立自然公園に指定された。小石が森、八巻山。 源氏が、ダバ、姫荘といった山々がある。愛媛県道36号野村柳田二線が東西を横切るように走っており、途中で愛媛県道、高知県道383号四国カルスと公園縦断線が分岐する。バスは通っていない。県道の沿線には大野が現象学校と竜王神社がある。ラカン穴、編集ラカン穴は、 小松家地より4キロメートルほど西のふもとに入り口がある石灰洞穴で古くから四国最大のホラー穴として知られており、もともとはウケナと呼ばれていた。羅漢穴の名は小乳石群が500羅漢の行走に似ていたことにちなむ。標高7 2 0ルの入り口から1 3 6メートル地点でホラー穴は二股に分かれ、左の本。 穴がさらに164メートル、右のし穴が84メートル伸びている。また、通行困難な指導も合わせると全長は500メートルを超えるとも言われている。豪雪地帯でもあり、特に1962年から1963年にかけての38豪雪では大野が減少学校で約3メートルほどの積雪を記録した。この地では、牛の放牧が盛んである。 戦後に開拓した際、寒くて土壌が、酸性の大野が、原は農作に適さない厳しい環境だったために、落農が開始された。東側からは、国道四百四十号と愛媛県道三十六号、野村柳田二線を利用すると到着する。西側からは、国道百九十七号、愛媛県道三十二号肘川公園線、愛媛県道三十六号野村柳田二線と、 通行すれば到着できる。ユス原町中心部方面からは、スーパー林道か、高知県道379号にだが、峠踏み丸線から到着できる。大野が、原はもともと浮島が原と呼ばれていた。工房大使がこの地を訪れた際に、新温州の本山と千県のガラン町島を混流したが、天の弱の計略によって失敗し、夜が明けると原野に大きなうねりができていた。 この時期から、浮島が、原は、一丁が原と呼ばれるようになった。大野が、原が、現在の名称になったのは、1574年に、熊大女城,城主の王の直しげが、長我壁元地下軍をこの地で破ったことに由来する。江戸時代の幕藩体制では、麓の小屋村と共に、伊予松山藩へ編入され、後、大須藩に移された。 土佐藩との国境に近いために姫相番書が置かれていた。1889年、町村制が施行された際には、上受名郡軍、受名村に編入された。後1943年に受名村が、東上軍総川村と合併した時、小松地区と共に総川村に編入された。現在では、西予市の大技の一つになっている。 1907年4月18日、大野が県一帯が陸軍大砲実弾射撃大連平場に指定された。第二次世界大戦中は軍用馬の放牧場であった。戦後に開拓地となり、現在に至っている。この辺りは、愛媛、高知県境で幾度も紛糾を重ねている。一例を挙げるとニラが、峠源氏が、ダバジヨシ峠の、 約8キロにわたるコースは17世紀頃から紛糾を繰り返した。愛媛県側が現在の県境にあたる分水嶺による境界線を主張したのに対し、高知県側は、霧立小松が池大のが森小石が森から姫が淵の境界線を主張し、1918年と1924年に受けの村と湯原村による会議が行われた。しかし不調に終わり、 参謀本部陸地測量部の現地測量調査がなされ、愛媛県が主張する現在の境界線に決定した。1924年10月には、高知エ林署所によりコンクリート製の境界柱が設置された。ありがとうございます。